い、ラジオネームゆきぼうさんがですね、はい、また絶対絶対絶対ひろみさん呼んでくださいと。あ、そうですか、はい、私は新しいアッコさんの姿を見た気がします。あ、そうですか、なんか変わりました、はい、どういう部分を感じ取ったんでしょうね。あ、なるほど、今日のアッコさんも大好きです。ありがとうございます。いただきました。あと野うさぎぽんたさんは、はい、和田アキ子様を自然に返すな、はい、野生化したら大変ですアウトドアまずいと。まずいはい、あとラジオネームジライヤさん、はい、7歳の甥っ子がバイオリンのコンクールで入賞いたしました。あ、おめでとうございます。もうアッコさんと同じように緊張しいで、はい、ステージで真っ赤っかになってたんですけど、でも良かったです。7歳からバイオリンですか、はい、素敵ですね。でも入賞したんですね、はい、よかったよかった。自信がついてまた上達すると思いますよ。そうですね、はい、ありがとうございます。よかったよかった。さあ、そんなアッコさんですが、ヒロミさんからも歌の前で緊張するのはやめて、はい、ましたけど、生でやるんですよ、はい、これは来週の25日水曜日、はい、夜7時からのスカパー音楽祭に出演します、はい、これ5時間の生放送なんですね。そうです、はい、常にあのホームページで楽曲が発表されてます、はい、アッコさんは夢、そして武部聡さんの演奏であの鐘を鳴らすのはあなた。ピアノだけでやるんです。ピアノだけで、はい、はあ、さらに、はい、桃色クローバー Z の有安桃香さんと古い日記をコラボレーション。そうなんですよ、これもまた珍しい。さんって19歳だっていうから、19歳と、はい、はい、どうなんでしょうね。すごいですね、はい、まあ、結構楽しみなコラボであることは間違いないです ね、 そ, ですね。それが生放送であって、はい、その次の日に木曜日に山梨の方行って、山梨だったっけな、山梨の韮崎かなとかっていうところ行って、はい、BS 日本の歌で、これまたね、歌を9曲ぐらい歌う。9曲シャンソンとか、あの、まあ、人の多分バラードとか、だから、あの、マリコ、お友達の高橋マリコの桃色吐息とか初めて歌う。うわー、そんな歌が続くんで、はいはい、結構もう緊張なんですよ、今。すでにもう始まってますね、緊張感が。今日のボイトレの先生に僕がピッチ、ピアノだけでやってもらったり。まあ、でもぜひ、まずは生放送。そうですね。はい、頑張って、あの、ご覧になれる方は、はい。その番組スカパー音楽祭は夜7時からです。水曜日、はいはい、あのぜひご覧になっていただきたいと思います。それでは皆さん、まだまだ寒い日が続きますので、体調にはくれぐれも気をつけて楽しい週末をお過ごしください。和田アキ子でした。本放送柿山忠でした。じゃあ来週までお元気で、さよなら。